全部当たる。これがクンヒロクオリティ。いやみんなどうもクンヒロです。本日の、動画はですね、新エスタークの、ま、オフライン攻略で、なおかつ、回復がいない条件プラス比較的簡単にいけるんじゃないかなっていう方法を紹介したいと思います。これリスナーさんが教えてくれたんだけども、本当に試したらすごかった。で、今の装備はこんな感じです。不幸のオーブ、インテリメガネ、怒りのタトゥー、力のルビー。まあ、この辺のインテリメガネは必須なんだけど、あとの2つは何でもいいです。倒せるだけならね。時間とかを縮めるのであれば、攻撃系のスキルがついてるやつを、特殊効果がついてるやつをつけた方がいいかなと。で、インテリメガネなんだけども、星にした方がいい。この星っていうのは、マックスですね。強化レベルが。守備力上昇効果 50% が一番大事。40だとできなかった。で、パーティースキルの方も紹介したいと思います。今、結構ガチガチに固めてますけども、ここを、鉄壁の肉体じゃなくて、鋼鉄か。鋼鉄かな？うん。会心とかそっちの部類に変えてもいいんじゃないかなと思いますけども、一応僕はこれでやります。で、逆境のバイキルト、会心、スカラ。で、このスカラが一番大事。バイキルトとかは時間短縮のためにつけております。スカラ。これをね、使っていきたいと思います。まあ、ものは試しですね。これ、リスナーさんが教えてくれたんだけど、ほんとやった時にね、びっくりした。いろいろ自分で、どこら辺まで行けば、その効果が発揮できるのかなと思ったんだけど、40だとね、その、インテリメガネの上昇効果が、できなかったんだわ。だから、頑張ってもらうしかない、ここは。一番強化がきついと思うんだけどね。どうしてもクリアしたい人は、これをやるのも手かなと思います。そして、条件が満たせれば比較的簡単。ここで、エスタークがギラの双剣をね、振ってくれれば。これ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 。これを2発食らう。よし、あはい、来ました。この感じで、あれを2発食らうと、今のバトルマスターの HP がちょうどね、赤ゲージぐらいになるんですよ。そっからはもう、まあ、避けていくことを意識しつつも、食らってもいいから安心できる。だから、ゴリ押ししつつもちゃんと回避を入れていく。その回避を入れる理由は、やっぱり1だろうが、食らうとね、まずいからね。食らわない方が持久力が持つから。で、メラゾーマだけは確実に避ける、ことを意識していただければ。だから、ドゥルルルルって言ったら、もう絶対避ける。避ける。あ、まあ、ジャンプか。ジャンプの方がいいかな。うわぁ、ちちちちち。まあ、これで、どっちが早いんだろうな。結構ゴリゴリ攻めてって、配信とか出れば、1分切れるんじゃないこれ。あー、ちょっとこれも避けたいけどね、できれば。全部当たる。これがクンヒロクオリティ。まあ、こういう風に、全然うまく避けれなくても、クリアできるっていうのが見せたいので、まあ、別にわざと食らったわけじゃないんでね。あ、言い訳です。で、しっかりと、分身剣とかやってもいいんだろうけど、結局ね、いでつく波動みたいなので刺されちゃうから。さあさあ避けていく。あ、溜まったね。ガンガン使っていきましょうか。で、ここから分身剣してからの無心攻撃。どうだろう、結構ダメージ入るかな。おお、いいんじゃない。これ1分は切れないと思うけど、1分台はいけるんじゃないね。あ、ちなみに回復するキャラがいると、体力の調節が大変なので、できれば、今みたいな回復が使えないキャラクターを盛り込んだ方がいいと思います。どうかな。すごい、実況しながらでも楽々戦えてる。やっぱ実況するとね、気が散って戦いがまともにできなくなるんだけど、俺の場合ね。でもこれでもできちゃう。あー、いいわ、楽、すんごい楽で。今怒りのタトゥーつけてるので、できれば、この時は MP を温存しておきたいかなと。最後のとどめとかでね、ゴリゴリいきたい。あ、テンションが上がったとどうなるんだろう。今50か。これ食らってみるか、1回。おっ、1、すげえ。テンション50でも1だって、全然余裕だね。へえー、すげえ。防御力って最強だな。あ、やべ、これはまずいだろ。あー、ちょっと食らってみてもよかったかな。まあでも避けれるものは避けてた方がいいよね、基本的には。いいねいいねいいね。あと70回くらいいる。最高じゃんこれ。で、ラリフォーはちょっとまずいので、避けましょうか。外しましょう。よし、さすがにラリフォーのあの波動は1じゃない、収まんないかな。もしラリフォーの波動すらも1で収まるんであれば、もっと縮めれるよね。これは試行錯誤は違いがある。ちょっと今ね、この状態で倒すのは初めてなので、この状態で初見です。なので、
堅実に行きたいと思います。ね、スカラもちゃんと使ってるし。さあ、相手のテンション100になったけど、いけるか？テンション100の攻撃すらも食らえるんであれば、かなりアドバンテージがあると思っちゃう。いけ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 。あー、みんなこれ楽だわ。どうしても倒せないって人は、俺やるべき。うん。絶対倒せる。これは、どんだけ下手だろうが、いけるんじゃない？この俺がこの喋りながらこれだぜ。ねえ、やばいやばい。アクションゲームはね、下手だからやめろと必ず言われるぐらいの俺が。やっと倒せるじゃん。いや、勝った勝った勝った。はい、気持ちよくクリアしました。ね、こんな感じでみんなもクリアできると思うので、ぜひ試してみてください。で、今爪とかが結構強いやつを使ってるので、この辺を落としてもいけるんじゃないかなと。あ、こっちの方がいいわ。前回のパート確か3分ちょいか3分14秒とか、あれは結構実況しながらやってたけど、もう避けるのに必死で実況どころじゃなかったんだ実際ね。でも今回はずっと喋り続けて、これ別撮りじゃないからね。ずっと喋りながらやっててもしっかりと倒せました。しかも特にやべえやべえやべえって、そのヒヤヒヤ感とかなしでいけましたね。あー、これいいわ。すごい。すごい。俺が開発したんじゃないけどね。リスナーさんが教えてくれました。いや、改めてまた装備の紹介をしたいと思います。このインテリメガネが大事です。あとはここら辺は、自分のね、一番いいんじゃないかなっていうものをつけてみてください。武器も今ある一番強いのをつけてもらえればいいかと思います。黄金の爪でも多分倒せるのでね。むしろ攻撃力自体は同じ。基本的に俺は、イカのタトゥーつけてるから、MP 回復しないから、蹴りまくってたんだけどね。いやー、すごいね。で、この、逆境の、これ逆境でいいんだよね、読み方合ってるよね。スカラっていうのは、槍の熟練度を15にすると手に入るみたいです。これも情報提供ありがとうございました。それでは皆様、ぜひ、一度お試し、あれ。あ、ちょっと待ってよ。一つだけ見せておきたいことがあるわ。このインテリメガネってどうやって何が必要なのっていう質問が来そうなので先に公開しておきたいと思います。まあ、こんな感じで、特に俺は足りない素材はないはず。この時の水晶とか雨露の糸が足りないかなっていう場合はあるけど、他は結構あるね。で、メガネの元。このね、元が一番きつい。で、元はアクセサリーを強化した段階で解体するといっぱい手に入るから、それをうまく使って頑張ってみてください。ここの元だけはね、本当に頑張れとしか言えないんだ。俺の嫌いな頑張れ。なので皆様、ぜひやってみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回はね、いや、ためになったんじゃないかな今回ね。はい、また次の動画でバイバイ。やあみんな、今日も戦争体験しちゃう？空中からの2連砲ドッカン、魚雷も出ちゃう。今のなんと戦艦200種以上、累計300万ダウンロード突破。言えた。戦艦帝国。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。